資料が結構まだ残ってるんですね。さっきの薬がたくさんあった受付室は医務室かな。ん？違うか。そうか。ここは何でしょうね。何の部屋でしょう。心臓の模型が。これ服ですよね、当時の。これを着て仕事してたのかな。これ女性用ですね。写真のなんか撮影の仕方みたいなで、ああすごいなこれ。お客さんにあそこにちょっと寝といてって感じで、はいですよみたいな感じでボタンを押してカシャッみたいな。裏はこうなってたんですね。撮影済みとか未撮影。我々が本来来る場所はこんな感じです。うわ、すげえ。息吸って、吐いて、って、パシャッって。暗いな、この部屋。真っ暗ですわ。こういうとこ、未だに放射線が残ったとかなんか言いますよね。レントゲン室とか。あんまり来ない方がいいみたいな言いますけど、ここは浴室。あ、広い広いです。上のやつはもうなんか持ってかれてますけど、これおしっこ止めるやつかな。また別かな。すごいな、残ってんねんな。この美容室並みがあるよ、これ。お、なんかこれ乾かすやつかな。1階はこんな感じでしょうか。お、休憩室。職員専用お手洗い。職員さんは、あれなんですね。座るとやつじゃないんですね。かわいそうに。ここは職員さんが着替えてた場所ですか。 1,2,3,4,5,6 6人しか6回着替えられへんっていう。こんだけ大きかったら6人以上当たれてそうな感じはするんですけど、ここで料理を作ってたんでしょうか。入院する方用の広いな。さあ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 、じゃあ上行きましょう。一階はこんなもんで。結構ね、この場所は民家のすぐ近くにあるんでね、バレそうな感じは
早めにちょっと行こうか。そうそう、我々が、私が来たところはここです。久々の廃墟探索なんでね、ちょっと緊張しますね。ちゃんと撮れてるかな。今回はね、一人なんですけど、近々ちょっとドクターたちと計4人で、クリンチョとモチもいるのかな、4人でちょっと遠くの方へ行くんですけど、その時は自分あんまり撮影しないんで、今回は自分だけなんで、ちょっとちゃんと撮影しようかなと。ね、すぐ隣に民家があるんで、ちょっとハラハラします。怖いってあったこの車ですが、あれ自転車ですよね。なぜ自転車を、松葉杖あれ。おお、これ院長室か、めっちゃ気になるやん。すっげー見たいって。後で見よう。病院がね、なかなか関西にはないんですよね。そう、助かりますよね。なんか助かるというか嬉しいですよね。こういうところがあるんだと。北陸にはこんな素晴らしい廃墟が未だにあるんだと。で、ウプ主は、まあ、できるだけ昼に探索するんで、明るい時間帯で探索するんで、結構ちゃんと映るようには綺麗に映ると思うんですけどね。延長室行こうかな。トップが座っていた場所。おお、ほほほほ、確かに依頼さん方が喋ってたようなソファーがあって、奥にはよくわからない本がずらりとあります。すごいですよね、医者って。こんなをもうひたすら読むんですよね。すごいな。ここに地図が、どこの地図でしょうか。ここの地、ここの建物の地図なのかな。さあ、院長室の机をちょっと探らせていただきましょうか。まず時計があって、ビデオがずらり、そして本があると。あ、コップ、コップもあります。ビデオテープ、何からあるの。これは日記帳じゃないですか。日記帳拝見。誰だろう、この人。トム・ワトソン。何も書かれてない日記帳。残念。1980年。医者なんで英語も書けるんですね。引きたい、引きたいだっけ。勉強してたのかな。下になんか日本語書いてある。勉強か。院長室はこんな感じにしておきましょう。
205号室。ああ、この辺ちょっと、またすぐバレちゃうな。外から丸見えや。ナースセンター。常に誰かが常勤してたんでしょうか。ナースも大変ですよね。待って。水漏れしてるよ。したり、ここすごい濡れてるんですよね。ポタポタ。それは漏れるかな。できたけど、ちょっと待ってください、これ見てください、これプールですよ、もう。うわー、溜まってるな。そりゃ漏れるわな、下に。なんか怖そうなやつが。特に名もなさそうか、ゴルフクラブが。平成4年、受付日平成4年とかで。平成4年、はあ、平成29年やからかなり古いな。あかん、バレる、全部バレる。この辺じゃ行きましょうかはい、久々の一人探索一発目がこの廃病院ということで、これからどんどん探索していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。